ひまわりが見ごろを迎えたのは、真庭市蒜山中福田にある観光施設、蒜山ジャージーランドの牧草地です。夏の蒜山を演出し、観光客らに楽しんでもらおうと、蒜山酪農農業協同組合が管理しています。およそ70アールの牧草地は、5月下旬にまいた種が 1.2 メートルほどに茎を伸ばし、次々と花を咲かせています。今は全体の8割ほどが開花。15センチほどの小ぶりな花が高原の風に揺れ、一帯は鮮やかな黄色に染まっています。訪れた人は花を背景に写真を撮ったり散策するなど、高原の夏を楽しんでいました。ひまわりとこの山と草原とがすごく綺麗です。とっても綺麗ですし、やっぱり本数もね、ひまわりの数も多いので、すごい圧倒されますね。蒜山ジャージーランドのひまわりはお盆前後まで楽しめます。